こんなことになってしまったのでしょう。私たちが博士の殺人現場に居合わせてしまったばっかりに。そうか、それですよ。え？保安部は僕たちが上塚博士を殺害したと決めつけています。そもそも彼らは殺し屋の存在そのものを信じていないみたいでした。だからどうした？そんなことを確認したところでこの状況は切り抜けらんねえだろ。でももし僕たちの無実を証明することができたら、殺し屋の犯行を証明することができたら、保安部は僕たちを捕まえる理由をなくすよね。まあそれはそうかもしれねえけど。ですがどうやって無実を証明するのですか？まさか殺し屋を捕まえて保安部に差し出すっつうのか？それこそ無理な話だぜ。殺し屋はもうとっくに地上に逃げてんだろ。だったら調査だよ。博士の研究室を調査して殺し屋の犯行の証拠を集めればいいんだ。無茶言うなって。この状況でどうやって調査しろっつうんだ。大体無実を証明できたところで保安部の連中が納得して引き下がるか？ここは立ち入り禁止の施設なんだ。捕まえる理由なんていくらでもふっかけられるぞ。お前だってあいつらのやり口を散々見てきただろ。確かにそうかもしれないけど、でも僕たちは探偵だよね。だったら探偵らしい方法で立ち向かうしかないよ。こんな八方塞がりな状況だからこそ探偵として戦うことが最善の手だと思うんだ。真実を手にして保安部と対決するんだよ。僕はユーマの意見に賛成する。原田さん、確かに真実を武器に戦うことこそが探偵らしいやり方だな。言うようになったじゃないかユーマ。でもどうやって調査すんだって。この部屋を一歩出たら保安部がうろうろしてんだぞ。いいや、不可能ではない。この状況にうってつけの探偵特殊能力を持つ者がいる。え？まさかピビアさんが？ただいま帰りました。って、あれ、所長一人ですか？ああ、さっきまでハララとデスヒコがいたんだけどな。俺が事務所に戻ってきたら逃げるように帰っちまった。どうせまたギャンブルでもしてたんだろうな。そんな方より言うな。はい、何ですか？お前デスヒコのことをどう思う？え？急にどうしたんですか？いや
どうってことはないんだけどさ、お前がデス飛行をどう見ているのかなんとなく気になってな。そんなことってあります？細かいことは気にするな。お前はデス飛行をどう思ってるか、それだけ教えてくれればいいんだ。僕がデス飛行君をどう思ってるか。いい先輩だと思ってますよ。話しやすいですし、さりげなく気にかけてくれるような優しいところもありますし。ほうほう、他には？このリアクション、間違いない。デス彦くんだよね。ああ、バレてたのか。なんだ、つまんねえの。やっぱり。オイラの変装を見破るとは、おめえもなかなかやるじゃねえか。いや、会話でボロが出なかったら全然わからなかったよ。でも、なんで変装なんかしてたの？ん？まだわかんねえのか？おめえのことをテストしてたんだよ。テスト？もちろん、オイラの弟子になれるかどうかのテストだ。弟子？俺様じゃん。ご主人様が？んで、厳正なテストの結果、おめえは見事合格だ。泣いて喜んでいいぞ。今日からおめえはオイラの一番弟子だ。え、何それ、なんで弟子に？そんなん決まってんだろうが。弟子がいるとスターっぽいだろ。むしろ弟子がいるっつうのは、スターには必要不可欠な要素だ。そうなのかな。お、間違いねえぜ。つうことで、これからはオイラの弟子としてせいぜい頑張れよ。デス彦くんの弟子か。スターっぽいからっていう理由はよくわからないけど、でもありかもな。近くで探偵のイロハを見てたら勉強になるだろうし、もしかしたら能力を思い出すことも。まさかの乗り気？わかった、やらせてもらうよ。デス彦君の弟子、探偵の勉強にもなるだろうし。あ？おめえがなったのは探偵としてのオイラの弟子じゃねえぞ。え？どういうこと？オイラが取ったのはスターとしての弟子だ。だからオイラが教えるのは探偵のイロハじゃなくて、カリスマ性とかオーラの出し方とかだな。半年もすりゃオイラの半分くらいのオーラなら簡単に出せるようになってるはずだぜ。そういう話なら遠慮しておくよ。いいのか？こんな貴重な機会、めったにねえぞ。そうだね。僕にはちょっと、もったいないかな。そうか。じゃあ、仕方ねえな。キャッキャッキャ！ますます、ご主人様とデス彦との絆が深まったね。
いや、まずはどういうことだろう。本当に ビビアさん、教えてくれませんか。あなたは一体どんな探偵特殊能力を持っているんです。いや、思い出したぞ。前に世界探偵機構で噂を聞いたことがあったな。ビビア・トワイライト、寝てる間に推理するとかいうやつだろ。寝てる間に推理？そんな大したことじゃないよ。寝てる間に推理というのはただの体質っていうか、くしゃみの仕方が人それぞれ違うように、私の場合はただ。時間がもったいねえから結論だけ言ってくれ。調査できんのか、できねえのか。ああ、結論ね。結論を言うとすると、虹の根元には古い戦場の跡があって。なあ、一発殴っていいか。やっちゃえちびっこ、俺様ちゃんも同じ気持ちだよ。はあ、話の途中を省いたら何も伝わらないのは当然じゃないか。小説の最初と最後のページだけでは物語が成立しないのと同じくね。だからオイラが聞きたいのは物語じゃなくてお前の探偵特殊能力なんだって。僕が説明しよう。彼の探偵特殊能力は幽体離脱だ。肉体を持たない自らの思念体を操ることができる。思念体、あるいは魂や幽体とでも言うべき。それは物理法則の制約を受けることがない。つまり壁や床をすり抜けて移動できる。しかもその姿を他人が見ることはできない。要は幽霊になれるってことか。確かに、それなら保安部員に見つからずに調査ができます。はあ、それはやめておくよ。おい、ここは断る流れじゃねえだろ。空気を読めとは言わねえけど、せめて仲間のためを思えっつうんだ。私が仲間のことを思っていないとでも。むしろこれはみんなのことを考えての結論だよ。君らは戦うことばかり考えているけどさ、保安部に従う方がいいとは思わないの？おとなしく白旗をあげる条件として夜行所長の手当だけは頼めるかもしれない。他のあらゆる可能性よりもその方が確率が高いと思わない？白旗だって？冗談じゃねえ。おめえに探偵としてのプライドはねえのか？ないよ。うわ、死ぬほどあっさり。誇りなんてものにこだわっているから、この世から争いがなくならないんだ。私は争いは嫌いだ。静かで穏やかな世界で生きていたい。湖の上を蝶が渡り、花の雪が月を隠す密やかな世界で、私はただ眠りたいだけ。そんな些細な願いを望むことが罪なの？他の誰も言わないのなら僕が宣告してやる。与えられた才能を無駄にするのは罪だ。
君は探偵として優れている。だが、まるでそれを発揮しようとしない。なぜだ？怖がっているのか？それとも嘲笑っているのか？ハララ君にそこまで言ってもらえるのは嬉しいけど、買いかぶりすぎだよ。そもそも私は探偵になりたくてなったわけじゃないし、怖いと言われればそうなのかもしれないね。何かを求めれば失うのが怖くなる。それなのにどうしてみんなは求めようとするの？真実ってそんなに必要？わけわかんねえやつだと思ってたけど、この後に及んでさらにわけわかんねえ。所長見ろよ、死にかけてんだぞ。ちっとは心が痛まねえのか？この状況でよくもベラベラと自分語りできたもんだぜ。不快にさせたなら謝るよ。でも大丈夫、もう喋らないから。私はいつものように暗くて目立たない場所へと戻るとするよ。ご主人様、あの人を引き止めないと。ビビアさん、待ってください。僕にはあなたの言っていることは理解できないけど、でも今あなたの力が必要だってことだけは理解しています。調査に協力できないというのならそれで構いません。その代わり僕と手をつないでくれませんか？仲直り？別に喧嘩したつもりはないけど。いえ、力を貸してもらうだけです。ああ、能力共有だっけ。知っててとぼけたんですか？手を握るだけなら別にいいけど、断る理由もないし。死神ちゃん？何この感覚。やっぱなんか変だよこの人。変？まあ確かに変な人だと思うけど。もうそういうことじゃないんだって。これで君は幽体離脱を使えるの？だったら忠告しておくけど、幽体離脱をすると肉体は眠ったような状態になる。あらかじめ横になってから始めた方がいいよ。わかりました。幽体の抜けた肉体は無防備だから注意してね。みんながいるからその点は心配ないだろうけど、あと幽体の方も安全とは限らないよ。おいユーマ、いけそうか？わからないけどやるだけやってみる。僕の体は頼んでいい？おお任せとけ。気が済むまで調査してくるといい。こちらは何とかする。はい、わかりました。時間にあまり余裕はない。一刻も早く調査を進めてみんなでここを出るんだ。夜行所長のためにもやるしかない。幽体離脱か。自分の姿を客観的に見るのは変な感じだな。どれどれ。痛くないけどぶつかった感触がある。死神ちゃんと同じような魂の状態になったから。とうとう直に突っ込み入れられるようになった。俺様ちゃ
でもなんか魂だけの状態ってすごく心細いね。俺様ちゃんがいてよかったね。これが本当のソウルメイトってやつだね。そろそろ幽体が抜けてたところかな。え、マジか。オイラには何も見えねえぞ。デス被告には見えてないんだ。これなら保安部に見つからずに調査できそうだ。ちなみにユーマ君は今床の上に立っていると思うけど、それは君が無意識にそうしているだけであって、すでに物理法則から解放された状態にある。同じようにいきなり壁をすり抜けるのは固定観念が邪魔してなかなか難しいだろうから、初心者は扉をすり抜けるのがいいんじゃないかな。扉は出入り口だという意識が根付いているからね。試しにやってみたら。扉をすり抜ける。これでご主人様も俺様ちゃんと一緒だね。